今日の動画なんですけど、はい、ここにいない3人には、まあ、東海オンエアの最初の挨拶を新しくしよう、考えてくださいっていう動画を撮っていただくわけなんですね、はい、ただあの真の目的はそれではなくてですね、うん、東海オンエアってお給料歩合制じゃないですか、うん、まあ、出演したらその1本出演してね、はいって渡されるんですけど、出演してる人の中にも貢献度みたいなのがあるじゃないですか、うん、ありますね、今日は俺めっちゃ活躍したぞっていう手応えの日もあれば、あちょっとまあいいとこなかったなっていう撮影もあるわけじゃないですか、うん、まあそういうのが積み重なって結局収束すると思うんで一律でいいかなって感じなんですけど、その1本の動画においてどれくらい貢献度に差があるのかということを検証したくなったわけですよね、はい、まあ仮に今僕この入りみたいなのを喋ってるんで、うん、すごい喋ってるんですか、そうだね、そうだ、今のこの段階までの貢献度はミスさんが最強で、うん、夢もらうんうんって言ってるだけだから、そうだ、ね、あんまり活躍しない5%ぐらいまあそれを数値で表そうと思ったんです、はい、で今回ですね、まあこういうリストを作ってきまして、うん、動画の中でしちゃうかもしれない行動、そしてこれしてくれたらおもろいくだりになるなみたいな、編集してて、あこれしてくれて助かったみたいなリストを作ってまいりました、うん、でまず話すが1点なんですけど、まあ基本的にね、たくさん喋ってくれた方がやりやすいというか面白いとこ使いやすいので、話すで1点、で次2点なんですけど、これはまあ無意識にやっちゃうかなというか、でもやってくれると動きがあって助かりますみたいなやつで、笑う、はい、すごい編集しやすいなるほどね、あの笑い声が収まったところで切るみたいな、あそうだよね、助かる、うん、あとは滑る、つまんなくなると思いきや結構助かるんですよね、そうだね、うん、切りやすくはありますからね、でこれはあの別に助かりはしないんですけど、あくびとか咳とか、うん、2ポイントあります、これ貢献っていうのはおかしいけどね全然貢献じゃないけど、なんかしてるという意味ではまあ2点あげましょう、徹夜終わるぞ咳ただ6でいや刺されてってほしいわで何かを触る、はい、叩かれようとした時にこうやって避ける、まあ、立つ座る、うん、この辺は2ポイントにしようかなと思っております、はい、うん、まあこっから先は、まあ、企画によっちゃやるかもしれんけど何もなきゃやんないよねっていう動詞が入ってきます、うん、その中でもまあうっかりやりそうなやつが3点、叩かれる、あ怒る、はい、年にすごいよくやるじゃないですか、そうだね、驚く、怖がる、焦るといったリアクション系、そして5点なんですけど、動画的に一番助かる、笑わせる、うん、そしてなんかツッコミだと思いますけど叩く、うん、叫ぶ、この辺はもうあれあざすっていう意味で5点、はい、うん、いややらんだろうという意味で食う、泣く、歌う、ジャンプする、舐める、作る、なんか振る、うん、塗る、走る、壊す、まあやらんだろ普通、ね、もしやったら5点あげるかというやつでございますね、うん、今点数つけたんですけど最終的に誰が一番高かったんでしょうじゃないです、まあ一応ねこの全員の活躍度合いを同じにするよという前提のもと動画を撮っていた場合、一定の水準までいったらもうその人は何もしなくてよくなるわけですよ、あもう哲は今日の分活躍し終わったなって、はいはい、そしたらあのお疲れ様でした、あなるほどなるほど、退場です、退場です、なるほど、今回は100点100点分活躍したら終わり、うんうん、という感じになります、うん、長い前振りでございましたけれども今日の企画は東海の挨拶考えてみたです、それではご覧ください、矢野ってたの芝居のオートシューズ、今僕、なんて言いましたか、やるってって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 かな、何言ったか分からない、最初正解だったのに、やーどうも東海オンエアの哲也とって言ったじゃないですか、そう言ってるんだいつも、昔から見てる人はゆっくりだったからね、知ってるのよ、セルルのパクリね、そう誰が分かんのマジで国家機密特務機関セルルってね、僕らの唯一の同期がいるんですね、あったことあるっけ俺、知らねえ、俺ない気がするわ、八町の昔だからな、あったら覚えてるでしょ、覚えてるわ、俺と芝居ぐらいしかないんじゃない、可能性はあるね、うん、で、そいつは国家機密特務機関セルルンの龍崎一馬って言うんですけど、すごい、今宣伝するのすごくないしたら今この話するのすごくないややこしい、ややこしくなるよじゃあ本当ルーツは知っててほしいんですね、うん、もうそいつの挨拶は、いやどうも国家機密特務機関セルルンの龍崎だそうねってやるんです、まんまやもんだから哲也まこったそう、ま、これをなんか真似してるうちに、いやどうも10日前のって哲也なんですよ、なっちゃったんですよ、哲也実はね、オリジナルじゃないんだよね、大パクリで、そうそうそう、龍崎のこのポーズを僕は1にしただけなんですよ、2を1にしただけなんですよ、これを倒したんだね、結果じゃん介護官じゃん、2が1になってこれちょっと痛いかなと思ってね、こっちにしてみたんですよ、痛いかなって、本人がやってるやついいんだ今というわけでね、うん、僕たちはもう7年間パクリ
り続けてしまったと。ああそうか、そういうことなんだ。それはね、皆さんが知らないとはいえ公表したわけなので、うん、これから東海オンエアのね新しい挨拶というものを考えていこうではないかなと。ついに正直さ、なんかオリジナルじゃないって分かっちゃうとちょっと気持ち悪いとこあるじゃないですか、うん、だからもう今回はいろいろ出して、もしいいの出なかったら、はいどうも東海オンエアの哲也とになってしまいます。嫌だーそれ、シャバだ。もう真剣に考えてください。分かりました。じゃあ思いついた人からもうどんどんやっていきましょう。はい、挙手制、挙手制で。そうだなぁ、早い。お、早っ。じゃあ、柴田さん。レネサンス東海オンエアの哲也だ。見たことあるって。どうした？いきなり。なんでそのさ、同じぐらいのクオリティのやつパクったの？前回の。まあ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 、最初だから。うん、はい。どうぞ。何見てんだバカ野郎！怖いな。最近僕一人の時やるんですよ。は？ VTR とかあるじゃない、僕ら。ああ、はいはいはい。入り2回やるんですよ。ああ、そうそうそう。怖い。ちょっとな、適法路線よね。あ、そうか。なんか噛みつきから入る。YouTube テレビよ！ああ、そうか。ってやつだね。怖がらしいね。マンボーニー違うかな。逆にさ、うん、バイバイ。はい、どうも哲也です。絶対ダメだよね。いやもう絶対ダメだよ。こんな話しないで。全部の動画を適当に切って、うん、次の動画の最初にバイバイ来ちゃうみたいな。いやー斬新じゃない。ちょっといいかもね。ちょっとなんか挨拶ってジャンルではないから、うん、もうどんどん行ってこう。はいとかじゃなくて、そうね、行ってこうぜ。蒸気東海です。東海オンエア、もうそこどうでもよくなっちゃった。挨拶だもんね。挨拶、いやーどうも東海オンエアですから。これは元気バカお兄さん。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 初めて聞いたよ、元気バカお兄さん。元気バカお兄さんってなっちゃうじゃん。シャカ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 。で回りました。はい、びっくりした。毎回これ毎回見て。何なんだそれ。見て見て見て。マジでやめろ。挨拶全然関係なしにさ、この前ふっと思ったんですよ。あの主人公っぽいなっていう口癖でさ、思いついたからちょっと聞いて。え、関係なすぎない？めっちゃ関係ないけど。聞きましょうか。はい。うおー、俺って順調。すいません。え、店長さん。はい。あの、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、こんな早いとちょっと嫌かもしれない。いや、もう、まあ、え、聞けたもん聞けたからね、今。俺って順調って言った瞬間に順調じゃない、順調じゃなかったってことですか。どっちなんだっけ、これ。順調、え、順調に減ったのかな。あ、あ、ああ、ら、お、いなくなった。いなくなっちゃった。まあまあ、続けよう。続けるか。なんだろうね、東海オンエアってやっぱ6文字あるから、うん、1文字ずついって最後なんかみたいな。東海オンエア、なんだろう、分からん。難しそうだな。的なやつとか。ジミーさん、お疲れ様でした。ええ、はい、お疲れ様でした。大丈夫ですか。大丈夫です、お疲れ様でした。すいません、なんか今俺のやつ言おうと思ったんだけど、ごめんな。ああ、ええ、もう言えないもんね。お疲れ様でした。一人になっちゃった。なんで消えていくんだろう、これ。ちょっと待ってください。じゃあ考えよう。ヤッホー東海オンエア、いいな。ヤッホー、ドン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 。積み重なって絶対どっかに隠れてる。やだ、東海の誰かと誰かと自分で言うとどっかから絶対出てくるみたいな。嘘みたいにこのジャンプしながら言う。やだ、もう東海オンエア、東海オンエアです。あ、柴井さん、東海オンエアです。柴井さん、すみません、終わってました。お疲れ様でした。特に終わってました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふざけんな。というわけで、皆さんが普段の動画を撮るときにですね、どれくらい貢献しているかみたいなのをコストにして今回測らせていただきました。結構平等なんだなって思いました。こっちの予想では哲也がすげえ最初に抜けるんじゃないかみたいなと思ったんですけど、そんなことなかったですね。笑わせるだけじゃないからね、やっぱりいろいろあるから。芝居も別にそんなに踊ってるわけじゃなくて、ギリと清水が先に抜けて、
って感じだから。だからエキシビジョンでめっちゃ長いんだけど。クソ困ったんだけど。めっちゃいじめられてた人。いやめんどくさそう。これちょっとお疲れ様ですね皆さん。マジで疲れましたよ。まあ、というわけでね、自分の企画じゃなくても今回は自信ないなという企画の時でも意外とね動画に貢献できる方法がたくさんあるということなので、そういう時はねいっぱい笑ってあげるとかそういう感じでこれからもね助け合ってやっていきましょう。最後に。コストを使ってさよならして、はい、バイバイしましょう、はい、それではまた明日の動画でーす。しましょう。